おっと、さっきのなんか通り魔みたいなような、なんか助けを求めておる。いかん、色目で足止め しなければ、されるんかい。こっち操る。ああ、成功しました。助けてくれー。ドキドキしているはい、もう一曲どうぞ。ああ、地震起こすんか。でもこれ、うん、ゴーレムを食らっちゃいそうだな。まあだから、うん、あ、刺激しないように飛ばしますね。はい。お前何者だ。 71!3 万、え、ガチ強いやん。あ、あの風切り発動したけど、無効ですか。めっちゃ強いやん、このゴーレム。ね、僕っ子なんだ、ね。ということでね、まあまあ、ちょっと寸劇がありましたがね、ゴーレムゲット。で、そのままでは使えないので。そう、これですね。はい、これで召喚魔法としてね、使えるようになります。でガラフの踊り子もうちょっとで上がるんでね、うん、ただその前ちょっとトリッピーをね、ラーニングしたいんです。ちょっと粘りたいですね。出ない。ああ死ぬ死ぬ。しょうがないからさっきの洞窟戻って、まあちょっとドラゴンね、お供についてきちゃうけど。でバックアタックかい。もういいや、先にこの先に進みますか。ただちょっと準備をしたいので、召喚師、時空、正直何でもいいと思うんだけど、これでいいかな。飛竜草ですが。生きているぞこの草。なんかみなぎってきた的な挙動ですけど、まさかのね、草と戦うことになるとは。飛竜草の周りに飛竜花が生えてきた。でゴーレムを使っています。
おや、おお、風切り、おお、強い。麻痺っちゃってる、老化しちゃってる。そして、うん、あのラミは盾ことで攻撃、おお、強い。あの盾こと割合ダメージなんですけど、やったら強い。あと攻撃魔法したら、まあタイタンか。体力をね、確認しましょう。レベル33、12000だから、うん、体力ね、多いから、あの、多く削れてるようなね、感じだったんですね。もうこのまま、盾事と、ね、あの、ね、力士と、風切りの刃でもう倒してしまいましょう。しかし花がまた復活しておる。これもタイタンで一気に消してしまおう。大地の頃も装備 してますよね。 してないかもしれないけど、まあ十分強いですね。花はすぐね、うん、まあ、倒せるみたいですけど。あ、MP が。ダメージもね、割合ダメージも減ってきたんで、もうちょっとですね。体力の歌を歌っておきましょうって、おっと、グラサン・パリス。またこれはエスナか。あ、終わった。倒れながら戦闘が進む。状態上を与えてくるね、花がなんとかね、しなきゃいけないんですよね。残り少ない MP でチョコボ使ったけど、ゼロ回。なんかそう、ゴーレム試し打ちの機会だったんですけど、なんか防いでくれませんでしたね。ちょっとこれ、うん、仕様が変わったことによる弊害だな。はい、まあとりあえずね、あの大きな被害出る前に倒すだけと。何気にね、やっぱあの盾ごとで大ダメージ与えられたのはやっぱ大きかったですね。これでね、飛竜が救われる。じゃあ帰りましょう。で、MP0 やった。まあいいや、あのレナが時間なって、あのトリッピーからのねマジカーマーは後で覚えに行きます。
はい、ではコルダンスボゲットをいたしました。マジカンマンも、ヒル谷の入り口に戻ってランニングしましたので、あとはまたバル城に戻りたいと思います。羊はいいや。いやー楽だ。コンラの壺はね、体力半分以下ならね、捉えることができる、非常に、まあ、捉える放つを、まあ、有効活用したいときは非常に使える、まあ、アクセサリーっていう感じでもないけど、まあ、とりあえず素晴らしいですね。まあ、これをね利用して、ね、経験値を獲得しないね戦い方もまあできるとは思うんですけど、まあ非常に面倒くさいですけどね。死んじゃうね。コルナゴはね、ダメージを与えれば勝手に逃げるんでね。だからあとグラビデとか、グラビデも体力の半分あっと変えるのだ。ちょっとまだ足りないか、ダメージが。あ、倒しちゃう。まあ大体は失敗しちゃうんですけどね。そんでね、今バッとガラフがね、あとそれぞれアビリティ残り2で、次の、ね、アビリティ技を覚えるんですけど、これを覚えたらちょっとね、まあ、特にバッツですね、ちょっと挑みたいやつがいるので、もうしばらく右往左往します。ここあら、デスが発動するんかい。ひとまずこれでね、バッツが、隠れるを覚えましたね。はい、まあ、踊るもね、非常に、ね、使える技ですけど、今回使うのはね、この隠れるですね。じゃあ、サクッとね、チェンジして、踊り子どうしようかと思ったんですけど、一応メリットの方が大きいと考えて、まあ、このままにしてみたいと思います。で、ファリさんはもうね、セット済みですね。はい、じゃこれでコテージを回復して、セーブして、ね、この洞窟の中にいるね、やつを倒しに行きます。ね、このギルの洞窟は、ね、まあ、宝庫とかもなんもないんですけどね。宝はないよ、宝はないけど、あ、ちなみに癒しの杖装備してジャンプしたらどうなるのか。でこいつはね、地震使ってくるから、本当はね、対策しないとやばいんですけど、
あ、ノーダメか。うん、そりゃそうか。まあ、混乱引くからね。まあ、波は縦ごと。で、一応足止めはできます。地震使われたらちょっと長引いちゃいますけどね。あとガラじいさん早くあの剣の前お願いします。おお、リスが救った。まずね、こいつを図鑑に入れられました。で、こっちの出口に出ると敵空気読みなさい。そう、ビッグブリチャンスをね、これがまあね、飛ばされたバリアに飛ばされた場所ですけど、まああのビッグブリッジイベント終わったというね、ここに来る人はまあいないでしょう。ではね、あの本題の、一見ね、あの地図で見ただけでは行き止まりとしかね、あの思えないようなね、場所にちょっと行ってみたいと思います。準備つっても、ごめん、やっぱり召喚師、さすがにちょっと召喚師なしではちょっとやっていけないな。ヒプノクランちょっとね、重い装備だからあんまり本当はつけたくないんですけどね。今回はまあ手数の多さが、ね、キーになるわけじゃないからね、あのバッツ以外はね。あ、やめて。地震来る前に来てしまった。むぐむぐ、あ、違う。カーソル記憶にしてないから。やっぱりタイミング的に、ね、来るタイミングが間違えるとぐだるね。うん、こいつだけでも結構めんどくさいのに。ナイス。まあ逃げにくいのも、まあやっぱりまあレベルが、レベルっていうか、うん、まあレベルなのかもしれないけど。2ターン目くらいにもう地震来ちゃうんですよね、これ。ああ、こうなったらちょっと立て直します。はい、ね、あの意味ありげな扉の先には、10ギル20ギルでもう出てきた。そう、ね、ギルガメですね。ああ、そうか。オートセーブのままだった。あ、これでは勝てません。ちょっとやり直したい。ああ。
対策なしでこいつに飲んだらね、もう多分1分もかからずに終わります。地味に白羽鳥がめっちゃ効いてるけど、まあね、うん、そうそう百発作中ならずね、ならぬ、うん、百発百かわしとはいきません。